нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщин. こう発言したのは、ヨーロッパ最後の独裁者と称されます、旧ソビエト・ベラルーシのルカシェンコ大統領です。8月の大統領選挙で不正があったと市民が反発し、大規模な抗議活動が始まりました。しかしその後、政権による弾圧が強まり、デモへの参加をためらう人も出てきています。そんな中で、粘り強く抗議活動を続けているのが女性たちです。なぜ戦いを続けるのか、その声を聞きました。ベラルーシ各地で8月以降、週末を中心に行われている反政権デモ、野党勢力や言論に対する弾圧など26年にわたって強権的な統治を続けるルカシェンコ大統領の退陣を求めています。しかし政権側は強硬な姿勢を崩さず、地元の人権団体によると、これまでにデモの参加者延べ1万5000人を拘束するなど弾圧を強めています。その背景にあるのは、ロシアのプーチン大統領の支持です。選挙の正当性を認め、経済支援などを提案しました。弾圧が激しくなる中、ひるむことなく治安部隊に立ち向かい続けているのがニーナ・バギンスカヤさん、73歳です。ニーナさんが掲げるのは、民主的なベラルーシを求める運動のシンボルとなっている旗。ニーナさんはこの旗を自ら手作りし、デモの先頭に立ってきました。治安部隊に旗を奪われ、繰り返し身柄を拘束されてきました。ソビエト時代のベラルーシに生まれたニーナさん。ベラルーシが独立し自由になることを望んでいましたが、間もなく就任したルカシェンコ氏の下では民主主義は実現しなかったといいます。Наши улады, и они спустились до того фашизма. И это небеспечно не только для нашей краины, и для иных краин. А Лукашенко – марионетка в их руках. Он робит только то, что ему подскажет Путин. Я не могу! Я не могу! 若者たちの行動でした。8月の選挙の直後、大勢の若者たちが路上に集まり不正を糾弾。混乱の中で一人の若者の命が失われたのです。Но не в такой колькости, как зараз молодь сагитовала шмат людей своим прикладом, своей смелостью.ニーナさんの姿に突き動かされ、抗議活動に加わった女性もいます。Даже бабушка вышла, да, а мы сидим дома. Почему мы должны продолжаем сидеть, если вот какая-то бабушка ходит с флагом? これまで選挙では何も変わらないと政治に一切関心を持っていませんでした。Он постоянно указывал, что место женщины не в политике, женщины ничего не решают. А она просто игнорировалась. これまでないがしろにされてきた女性たちが抗議活動をリードしなければ。民主化への道が断たれてしまうと、ナタリアさんは覚悟を決めています。見てる、こう、черняк утворят。 И вот это, я думаю, и вывело людей на улицу. Я, естественно, очень не хочу, чтобы меня там избили, изнасиловали.
изнасиловали, чтобы случилось что-то страшное, но... Ну, если так, суждено, то обсуждено. でも参加者への弾圧が強まる中で、拘束された人の家族を支援しようと立ち上がった女性もいます。プログラマーのダリアさんです。自らの IT スキルを生かし、ボランティアであるプロジェクトに加わりました。ダリアさんたちが運営する SNS のサイトです。治安機関内部の協力者などから入手した断片的な情報をもとに、いつ誰がどこで拘束され、どこの収容施設に連行されたのか、最新の情報が表示される仕組みです。まあ、大丈夫です。パッと当局の弾圧が続く中、家族や友人と連絡が途絶えてしまう人が後を絶ちません。そうした人たちを側面から支援することで、自分たちも国の将来を切り開く手助けをしたいと考えています。Мы все хотим видеть результат своего труда. Ну, любой человек вообще в принципе.И здесь такая история, что мы хотим вкладывать свой труд в страну и видеть, как страна становится лучше. Женщины, которые поднялись, чувствовали величие решения. Но, 裏返せば, それだけ男性の弾圧が厳しくなって、もう自分たちがやるしかないという状況に追い込まれているという現実も見えますよね。そういう現実でもありますね。それと。民の怒りは深く広いということでもあるかと思います。反政権派は大統領が今月25日までに辞任を表明しなければ全国一斉のストライキを始めると警告しています。国の女性たちが棍棒で殴られる様子は権力者も見たくないはずです。